平成28年3月17日から4日間、阿蘇市で第24回阿蘇高菜祭りが開催され、大勢の人が訪れて、阿蘇特産の高菜の収穫と漬け込みを体験しました。24回目を迎えた阿蘇高菜祭りは、旬の阿蘇高菜漬けを味わってもらおうと、24年前から阿蘇市観光協会と、 阿蘇地区青年農業者クラブが実行委員会を作って行っているものです。この日は県内外から大勢の人たちが訪れて、15センチから20センチ前後に育った阿蘇高菜を一本一本丁寧に手で折っていました。実行委員会の話では、昨年10月下旬に種をまいた高菜も阿蘇の寒さに耐えて順調に育ち、今年は例年になくいい高菜ができたと言っています。 高菜祭りに参加した人たちは1000円の参加費で6キロを収穫して塩と唐辛子で高菜を揉み樽に漬け込んでいました漬け込んで4、5日すればピリッと辛味のある独特の味わいの麻生高菜の新漬けが味わえます